オーギュスタン海洋作、ディードーのシリューブル美術館所蔵、ディードーは、ギリシア神話、ローマ神話に登場する女性で、カルタ語を建国したと伝えられている、伝説上の女王である。長母音を省略して、ディード、ディドーとも表記される。2006年より、チュニジアで発行されているジューディナール紙幣に肖像が、使用されている。フェニキアの都市国家ティロスの国王の娘で、名は、 エリッサと言った。父の弟で、メルカルトの進化をしていたシュカイオスと結ばれて同じく、巫女として仕えていた。父の死去の際、彼女と兄のピュグマリオンが共同で国を治めるように遺言された。ところが、兄は、王位の独占当時の財産目当てに遺言に違えて、シュカイオスを暗殺し、リードの命をも狙った。そこで彼女はすべてを捨てて心ある家臣たちと共に、 航海に出たのである。リードーの一行は途中キプロス島で、北上の女神、アスタル帝に仕える神官と神殿に献上される予定であった乙女たちを受け入れながら旅を続け、現在の北アフリカチュニジアの地にたどり着いた。そこで彼女はこの地の王であるイアルバースに土地の分与を申し入れた。イアルバースは一頭の目牛の皮が覆えるだけの土地であれば分与しても良いと答えた。 そこで彼女は目ウシ一頭分の皮を細かく引き裂いて、ビュルサの丘の土地を取り囲み、砦を築くだけの土地を得た。この地が、後のカルダゴとなった。古代ギリシアの歴史家ティマイオスによれば、これを見たヤルバースは、彼女の才能に惚れて求婚した。だが、亡き夫の死の際に決して再婚しないと誓っていた。 彼女はこれを拒んで仮想の炎の中に飛び込んで、自らの命を絶ったという。古代ローマの詩人ウェルギリウス作のジョージ詩、アエネイスには、これとは違う物語が書かれている。英雄アイネイアースは、祖国とロイア滅亡後に、仲間と共に、流浪の末に、カルタゴに漂着する。そこで彼は、女王として、国を治めているディードに艦隊を受ける。アイネーアースの母ウェスは、 彼の身に危険が及ぶことを恐れ、クピーーに命じて、ディードーに彼に対する愛を吹き込まさせる。そして、二人は愛し合うようになり、ちぎりを結ぶ。ところが、アイネーアースにイタリア半島に向かうように信託を下していた、ユーピテルは、改めてメルクリウスに命じて、信託の実行を促した。そこで彼は、イタリア行きを決意して出発してしまう。 アイネーアースに裏切られたディードは悲嘆のあまり、仮想の炎に身を焼かれて、命を絶ったという。ベルギリウス、アエネイス、ジョー、伊豆久之助役、岩波書店。ありがとうございます。